皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。いやー、最近寒くなってきましたねー。うぷ主も、最近毛布をかけて寝るようになりました。ということで今回は、軽いお知らせ動画です。まあ、うぷ主は学生なもんで、鉄道を使って旅行に行くことは、めったにないもんで、もし行くんだったら、YouTube にアップした方がいいんじゃね?と思ったので、冬休みの間に旅行に行った際は、動画にしてお知らせしていきます。ぜひ楽しみにしていてください。あ、ちなみに旅行予定地は、三原、尾道、京都鉄道博物館、広島、大阪、津山学びの鉄道館です。これらの場所について知っていることがあれば、ぜひ教えてください。ご視聴、ありがとうございました。